ドイツの地理について記述する。ドイツの一ドイツの全体図ドイツは中央ヨーロッパに位置し、アルプス山脈から北ヨーロッパ平原を横断し、北海及びバルト海沿岸まで及ぶ国である。ロシアに次いでヨーロッパで2番目に人口が多く、面積は第7位である。総面積357,021平方キロメートルのうち、 349,223平方キロメートルが陸であり、7,798平方キロメートルが水面である。南部はドイツ最高地点のツークシュピッツェ山を含むアルプス山脈が走り、標高が高い。中部は樹木に覆われた高原で、北部は北海やワルト海に面した低地が広がり、最低地点、ノイエンドルフ作戦版でマイナス3.54メートル、 がある。ドイツには、ライン川、ドーナウ川、エルベ川といった主要河川が流れる。ヨーロッパの中心的な位置にあることから、ドイツはヨーロッパの9カ国と国境を接し、これはロシアを除けば最多である。ドイツと接する国々北デンマーク東、ポーランド、チェコ南、オーストリア、スイス西、フランス、ベルギー、ルクセンブルク、オランダドイツ統一の日は、 毎年10月3日に祝われる。1990年以後のドイツ連邦共和国の領域は、冷戦時代の西ドイツより30.3%大きく、かつてのバイマル共和国より23.8%、ドイツ帝国より33.9%小さくなっている。ドイツの地形図ドイツ北部の沼地北方の3州は、北ヨーロッパ平原に位置し、平坦な地形上をエルベ川、 エムス川、ベーザー川、オーデル川などの河川が北流する。フリースラントの海岸沿いのオランダとの国境付近には湿地と小宅地が分布し、北西部のメクレンブルク地方は、砂室で最終表記に形成された氷河湖が数多く見られる。中央ドイツは荒く分布傾向のつかみがたい丘や山々が特徴的である。この山々には、 太古の時代の火山活動によって形成されたものが含まれる。ライン側の谷はこの地域の西側部分を切り取る。中央の高原はザール地方から東へ広がっており、その東端はチェコとの国境をなすエルツ山脈につながっている。高原地方はライン側西岸のアイフェル、フンスリュック、プフェルザーバルトを含み、フランクフルトの北方にあるタウヌス丘陵、ホーゲルスベルク山地。 レーン山地、そして、テューリンガーバルトが該当する。ベルリンの南、ドイツ中東部は、北部の低地によく似た地域であり、砂質の土壌と河川が作る湿地が展開する。例えば、シュプレーバルト地域が挙げられる。南ドイツの地形は、様々な規模の丘や山脈で説明できる。例えば、二つの連続した山脈であるシュベービッシェ、アルプとフレンキッシェアルプ、そして、 バイエリシャーバルトがバイエルン州とチェコの境界に沿っている。南の国境にそびえるアルプス山脈はドイツの最高峰ではあるがドイツ国内ではスイスやオーストリアと比べればアルプス山脈らしい姿をしていないと言える。アルプス山脈はバイエルン州のシュバーベン地方の南東部やオーバーバイエルン地域にあたる。ライン川はフランスと南西の国境をなすシュァルツバルトの 東斜面でドナウ川上流から分岐する。バイエルン州から見るアルプスの風景ドイツの気候は、冷涼、曇りがち、湿潤な冬と夏を特徴とする、井戸の割には、温和な海洋性の気候であり、時折暖かなフェーンが吹き下ろす。欠片の気候区分では、大半が西岸海洋性気候に属し、多湿な西風が卓越する。 北西部及び北部は特に海洋性気候の特徴が顕著に現れ、一年を通して降水がある。冬季は寒いものの、それほど厳しい冷え込みとはならない。夏季は比較的涼しい。東部では明らかな大陸性気候の特色を示す。冬季は長期にわたって寒さが厳しく氷点下の日々が続き、マイナス二十度以下まで下がることもある。一方、 夏季は暑くなる。この地方では、また、長く乾燥した期間が、しばしば記録される。中部及び南部は、海洋性気候と大陸性気候の線位体であり、全体的な気象状況による。冬季は寒冷で、夏季は冷涼という傾向が認められるが、夏季は熱波の影響で最高気温が、摂氏30度に達する日が数日続くこともあり、ドイツで最も暑い地域である。 この地域では最高気温が摂氏30度を記録することがたびたびあり、最低気温が摂氏20度を下回らないこともある。一方、冬季は寒気の影響で最低気温がマイナス15度以下まで下がることもある。ドイツ国内における最高気温の局地はコーマーズブルック、カールスルーへ、フライブルクで観測された摂氏40.2度、最低気温の局地は アルプスに近い標高1601メートルの高地に、ある、バイエル州フン州分天勢で観測された摂氏45.9度である。ボーデン湖ドイツの総面積は357,021平方キロメートルである。そのうち4,750平方キロメートルは、寒外地、7,798平方キロメートルは、水面である。ドイツの湖の面積第一位は、ボーデン湖。 第2位は、ミューリッツ湖。第3位は、キーム湖である。ドイツの土地利用別面積で最大のものは高地であり、森林がそれに次ぐ。高級的な牧草地は15%を占める。ドイツの海岸線の長さは 2389km であり、国境線の長さは 3621km である。国別の共有国境線長。 カルスト地形が見られる地域の岩場では、数多くの洞窟が形成されている。ヨーロッパ最大の文化洞窟は、バルフェにある。ドイツの主要河川ドイツには3本の主要河川がある。他の重要な河川としては、南西部のイーザル川と北部のベーザー川が挙げられる。以下は、ドイツ政府の主張である。地下主源鉄鉱石、石炭、カリウム、カウラン、銅、天然ガス、 ニッケルその他自を木材、加工地、水現在の諸問題国際合意のうち批准した物インズミだが未批准のモノ自然災害洪水がドイツでは特徴的である。具体的にはなどがある。2008年現在の人口は8253万4000人でヨーロッパではロシアに次ぐ規模である。2006年の年齢別人口構成は 年少人口が14.1%、生産人口が66.6%、老年人口が19.2%となっている。2004年の国際連合の統計によると、男女比は男性が48.9%、女性が51.1%と、日本とほぼ同じである。二千四年のデータでは、ゲルマン民族を主とするドイツ人がセントを占め、 トルコ系住民が2.4%でそれに次ぐ。このほか少数民族として、デンマーク人、ロマフリース人、ソルブ人などから構成される。在ドイツ日本人は2007年現在32,755人おり、そのうち6,732人が永住者である。ドイツの民族集団の中で最も多いのがトルコ人である。 彼らは西ドイツの高度経済成長期に第二次世界大戦で失われた男性労働力を補うためにドイツとトルコの間で結ばれた雇用協定に基づいて流入したのが始まりである。1971年の統計では65万人に達し西ドイツの経済成長に貢献したが1973年の石油危機により労働者としての外国人の募集は停止した。 しかし、労働者として渡ったトルコ人男性が家族や親戚をドイツに呼び寄せたために1973年以降もトルコ人人口は増え続け2003年末の統計によると187万7661人のトルコ人が外国人としてドイツで暮らしている。長らくドイツでは血統主義をとっていたためトルコ人のドイツ国籍取得は難しかったが2000年に 国籍法が改正され、2003年には約5万6千人がドイツで市民権を獲得している。それでも多くのトルコ人が市民権を取得しないのは、彼らがトルコ人としての強いアイデンティティを保持しているからである。トルコ人の主な就業先は製造業やサービス業、石炭採掘などである。また、ベルリン市内のフリードリヒロイツベルク区はトルコ人就住地区として知られ、 トルコ人向けの商店などもある。ここではドイツの最果ての地について記述する。ドイツ最北端のマチリストはジルト島にある。ドイツ本土における最北端はシュレースビヒホルシュタイン州アーベントフトとなる。ドイツ連邦の国土の橋はドイツの歌の第一節に登場していた。今日この歌はドイツの国歌となり国土の橋に関する歌詞は 第三節に移動した。この歌に登場する国土の橋は作詞された1841年時点では正しかったがもはや今日では不正確である。その国土の橋とは以下の河川である。ありがとうございます。